ということで、今小樽にいるんですけど、それ今携帯がね、ライブとかでやると通信速度遅いんですよ。で画像乱れちゃうんで、今小樽のドッグショップ行きます。でさっきね、すごいいい交番で聞いたんですよね。そしたらいいおまわりさんで、まあ、お兄さんの話だと10分かかんないですって言われて、あ、じゃあ行ってみようと思ってさ、で、もうじきつきます、ね、ちょっとギガを増やすの、増やしてみます。楽しみに待ってます。ピース。ちょ、あそこだね。ピッポー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 、カッコーか、カッコーカッコー、よいしょ。あそこで au が、その隣がどこも、ちょ、行きます。よしよしよし、あ、着いたぞ、どうもね、着きました。ちょっと行ってみたいと思います。花園店だってね、花園ラグビー場ね。よしよし、はい、それで今ですね、1ギガ増やしてもらいましたね。ほんで、そのなくなることにちょっと言ってくださいって言われたんでね、ちょっとサクサク、ね、紹介したいと思います。はい、ちょっとね、テンポ速くなっちゃうんですけど、ね、ちょっと、ね、そこは申し訳ないと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ早速行きましょう。ビビビビビ。